SDF、KSDF SD ルイビル国際空港の一ルイビル国際空港は、アメリカ合衆国ケンタッキー州ジェファーソン軍、ルイビルにある国際空港。旧称は、スタンディ・フォード飛行場である。2019年1月、ルイビル出身のモハメド・アリの名を冠し、ルイビルモハメド・アリ国際空港へ改称した。1941年、アメリカ陸軍公平司令部によって建設され、 スタンディフォード飛行場と名付けられた。1980年代になると、UPS 航空が航空貨物の取扱いの最大拠点とし、ワールドポートとして大幅に拡張された。空港敷地の大半は UPS 用の貨物ターミナルとなっている。2018年の貨物取扱い量は289万トン以上であり、世界で7位、全米では3位の規模となる。 同年の旅客数は380万人であった。ケンタッキー州空軍の基地としても利用されている。ありがとうございます。